7番、うん、8番どっち持っていくべき？別にそんな変わらんからね、うん、7番8番8番かな。1位はドライバー UTP、 8番ピッチング58、硬い8番ピッチング。でもなんか自分で考えた方がいいかも。なんか残り500から計算して。確かにドライバーこれは絶対決め、飛んで200、300ぐらい大きめの残りが持ってったんですよ。大きめ、軽く振れば乗るみたいな。ああ、じゃあ7やん。で8番で90ヤードイン、90ヤードから150は全部8番になってるっていうところで、79 S、 あ S パターン。そうだね、バンカー入れないと思えば S もいらん気もするけど、入れる可能性考えると絶対持ってもらえない。グリーン周り結構バンカーあちゃいるな、うん、でパターンのカバーを外しとってる。全部パターンは外してる。全部外しとる、うん。まあちょっとバックないからとりあえず今日はかけといていいんじゃない、うん、傷ついちゃう。でも傷だらけだもんち。あーそれやるとね、でもバックの中でガチャガチャなし。そうだよね、うまいね。じゃあちょっとタイム測るわ。そうだね、タイマーとなんか実況してください。これさ、はめて走るよね。チェーンははめてないけど、うん、力を抜いて打つ。ちょっとスピードゴルフをこれからやります。はい、パー5 523ヤード。優勝者の宮崎千恵ちゃんがいる中でちょっとやります。緊張する。なんか経験者的には4分ぐらいが目安なんですけど、まあちょっとカバーとかつけてプレーするんで5分を目安。罰ゲームでまおちゃんがモノマネします。4分59狙います。はい。ナイスショあ、大丈夫大丈夫。20秒ぐらい。いいかな。行きます。ナイス。失敗じゃない。これはすごいわ。一ホールでも。
まで3分半ぐらい。めっちゃ出た。まおちゃんのパー5のスピードゴルフのタイムは、はい、ジュジュン4分10秒です。やばいね。クリアしましたね。クリアしたんですけど、1ホールでこのこれだから、うんうん、18ホールこれやろ。そう、やばいよ。やばい。でもさ、スコアもさ、スコアもさ、確かに普通に回るのと全然変わらないよね。ナイスショットしてたし、セカンド変わらんし、なんかセカンドめっちゃ軽く触れたなって。でもやばい、口の中今よくある血よくある血の味。でもスピードゴルフでなんかベストスコアできる人とかもいる。あ、そうね。なんか変に何も考えない、なんかもう軽くとりあえず触れた。すごいなんかあの新しい感覚でも、これはスピードゴルフデビューしちゃうかもしれないから。普通に100叩くけど。いいかな。やばいね。すごい、本当に尊敬するわ。いいよ、もうチエ様って呼ぶわ。それ今言おうと思った。チエ様って呼んでくれてるよ。もちろん。先にありがとうございます。もちろん。はい、じゃあまあ今日最後の9番ホールです。はい、まあ普通に。バーディーチャレンジ。やっていただいて、あ、そうです。まあ続きがありました。そうなんです。まだ。まだ、はい、引き分けのままです。よし。バーディーで終わりたい。おお。すごいな。すごい、あそこね。あそこね、ね。180で超えるってこれ。普通にもう。いいと思う。攻めだよね。さっきのドライバーだったら全然超えてる。本当に。うん、ちいちゃんみたいな。そう、体が今軽いから。全然違うけど、頑張ろう。ありがとう。まだ疲れてる。あ、筋肉痛かな。筋肉痛。え、なんで筋肉痛。腕じゃなくて、あの腕じゃなくて。あ、そうだね。って思った。怖いよ。一つお聞きしたんですけど、こういう機能でもになる場合はどうやって打つか正しいですか。で、このガスで2つ目、あ、手足結構やるか。5番やん、たまらないので手前にちょっと落として、はい、できです。じゃあ5番ないので7番で手前にこう寄せていこうと思います。はい、決めで右くで転がす。うまい。わあ、めっちゃうまい。もうナイスです。すごい。いい感じに来ました。アドバイスありがとう。いいね。80ヤード、52ヤード。うまい。うまいぞ。あ、めっちゃ頑張れ。ピンチ、まあ、アプローチで
入れるしかない。そう、入れれば。うまい。ナイスパーです。こういうとこ。ナイスパーです。ありがとう。ナイスパー。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様です。大体もパーだ。大体もパーです。今日は同点だね。今日は同点。はい。今日は同点ですね。じゃあ9ホールラウンド。終わりでお疲れ様です、はい、お疲れ様でした、はい。まあ、この後ご飯食べて、ご飯だって、はい、なんでよゴルフ場のまあまだ動画は続くんで、はい、引き続きご視聴お願いします。ありがとうございます。バイバイ。